苦節22年、古豪ノリンガム・フォレスト、波乱万丈プレミアリーグ復活劇。いやー、ついにこの赤の軍団の特集が組まれましたか。赤の野郎たち。やっぱイングランドのもう一つの赤といったらこの男たちですから、うん。レッズですからね。レッズですから、もう一つのレッズが帰ってきましたよ。古豪ですね。本当の古豪です、多分。本当の古豪。はい。そうだね。ヴィラより、ニューカッスルより。もう。リーズより古豪だな。めちゃめちゃ歴史も古いですし、うん、なんて言ったってチャンピオンカップ取ってますから、2連覇で。そうそういないよ、2連覇やってるクラブ。そうそういないですよ。だって皆さん多分数々のチャンピオンズリーグ優勝者見て、急になんか森が生えてるの見たことあると思うんですよね、うん、2年連続森が生えてるやつ。森ね。2連覇ってね。2連覇ですよ。国の差がない時代ですからね。フラットフラットに32チーム、はい、32国、うん、勝ち抜け。そんな中2連覇したこの森フォレスト、森野郎たち。はい、今回まあやっぱすげえウィンドウを送ったんで、はい、ウィンドウ特集をしようと思ってたんですけど、はい、やっぱウィンドウだけじゃね。まあウィンドウでも目引いてましたけどね。え、23人目みたいな。そうそうそう、この夏23人目みたいな、そういう男たちですから、まあ、そこをメインに考えたけど、やっぱなんだかんだ調べたら、はい、苦節22年を23年をはい、振り返らないといけないなと思って。そうですね、はい、やっぱ帰ってきた男たちを祝福する意味でも、うん、やっぱスポットライト当てたいですよね。はい、はい、がっつりいきたいと思います。お願いいたします。悲しいのが大半ここにいる人たちがいないっていうね。そうですね、まあ、悲しいですけど、まあ、彼らにしてみたら栄誉の一つですかね、まあ、そうだね、うん、ハイライトになるよ、キャリアハイライト。我がクラブをプレミアに押し上げたぞっていう、うん、今回はですね、はい、第1章がフォレストの波乱万丈プレミアリーグ復活劇、うん、で第2章プレミアリーグ史上最多22人補強した激動の夏と。派手ですね。この2部作でいきたいと思ってたんですけど、はい、多分1が重すぎて、はい、3部作になるかな。なるほど、まあまあ波乱万丈ですもん。波乱万丈、はい、面白い人たちいっぱいいるんで。歴史が詰まってますからね。じゃあね、まずですね、はい、クイズからいきたいと思います。クイズ、クイズ、この数字は何でしょう。2連覇したシーズンです。正解。そんな、まずね、初級編、ノッティンガム・フォレストの初の初です。79年80年、基本の木です。素晴らしいですね。いや、いいね、かっこいいな。このユニフォームかっこよすぎるよね。ユニフォームめっちゃかっこいいな。このクラシック中のクラシックユニフォーム、うわ、めっちゃ欲しいな、このユニフォーム、ね、これ欲しいね。あと、このおじさん、おじいちゃんが着てるジャージが欲しい。ジャージ欲しいな。そのジャージ欲しいな。この色欲しいな。超かっこいい、このアディダス。かっこいいね、これ。うわー、これ欲しい。これは欲しい。そしてまた赤一色ってないですね。うん、40年前。赤にちょっとした白。この赤と白がもう、フォレストですね。美しいね。いやー、ビッグイヤーを2年連続かけたチームですか。ビッグイヤー2年連続。じゃあ続いて、クイズ。この数字は何でしょう。この数字ですか。この数字なんだろうな。このプレミア上がるまでに、入れ替わった選手の総数、107人。入れ替わりで。インアウト合計で107人。インアウト合計で107人。甘いです。現オーナー、エヴァンジェロス・マリナキスが2017年に買収してから入団した選手の数ですね。多い。5年で107人。さすがだな。5年で107人プロ契約結んでます。オリンピアコスのオーナーですよね。そうそうそう、そう。ギリシャの。エヴァンジェロス。めちゃめちゃ多い。107人。インアウトじゃだけだ、じゃなかったですね。インだけだったんですね。はい。それで言うと、そのインアウトも書いとけばよかった。アウトの方が大体多いから、多分250人ぐらい。そうですよね。いや、半端ないな。毎年20人入っていく、アベレージ。さすがですね、はい。このオーナー、このオーナー僕好きなんです。好きでしょうね。はい。派手ですか。まあ、第一章後半の主役です。カップもブルース以来ですからね、これ。はい。イングリッシュフットボールにこれを持ってきたのは。やっぱりこの形、このフォルム、うん、やっぱオーナーって感じしますよね。ともなんかこれポイント高いでしょ。はい、あ、もうポイント高いです。もう、俺とこれでね。そうです、蓄えたもの。蓄えた、この上下で蓄えてるもの。やっぱりザ・オーナーですよね、これが。うん、もう真っ赤のネクタイとね。はい。これもポイント高いですね。似合うな。くるってなってる。似合う。
エヴァンジェロスさん。ここにちょっとした、ちょっと出てるネクタイも足りないんでしょうね。ここね、ネクタイの長さが。首太い人あるあるですよ。俺もこのぐらい、これ。この首周りとお腹がこうある人は、ここは足りなくなっちゃうっていう。足りない。あるある、あるあるですよ。はい、ここポイント高いです。私こんぐらいです。いい着こなしです。はい。いいですね。続いて、24位。え ?24 位なんだろうな。24位。さっぱりわかんないですね、24位。でもお金回りの数字でしょうね、なんとなく。まあ、ちょっと難しいか。はい。24位。1年前、スティーブ・クーパーが就任した時の順位。2部24チーム中24位。単純に10位だったんですね。単純に10位。考えすぎました。考えすぎてたね。クラブ規模とか、経営とか。集客数とか、いろいろ考えちゃいました。すみません。必要ですね。はい。1年前、去年の9月。彼が就任した時の順位、はい、2部最下位と、はい、では最後何の数字でしょうか。今度は1位ですか。1位。今度は何だ、何の数字だ。これもピッチ上ですか。ピッチ外ですね。ピッチ外。集客数とかですか。プレミアリーグ史上最も補強選手が多いウィンドウ直近の話ですね。直近の話、22人来たウィンドウ、はい、プレミアリーグ史上初。今年の夏の話ですか。今年の夏、2位が18位、大幅更新ですね。いやー半端ないですよ。ウィンドウだけで22人で追加でもう1人取ってますね、キーパー。あ、そう、はい、もうすでに決まってる人がいて、あとそうです、まあ、交渉してる人もオーリエ交渉してんだっけ。はい、だから1年間での最多も更新しそうな匂いがしてるでもどんどんしますよ、どんどんしますよ。する気ですよ。いや、やる気ですよ。彼はそのために来たんだから。はい、歴史に名を残すために来てますから、ね。もう残してます。プレミアリーグ史上。さすがですね、マリナキス。マリナキスさん。マリナキス。エヴァンゲロス・マリナキス。爪痕残してんな。爪痕残してますね。相当残したよね、この夏は。はい、もう忘れらんないです。PSG、バルサ、バイエルン、マンシティ越え。はい。今年の夏、まさかの堂々、5位とかにランクインしたんですかね。5位だった、ね。はい。やりますね。やる男たちです。しかも胸にマークがないですからね、この男たちは。あ、ここね。そこもポイント高いです。これ第3章で出てきます、この理由。はい、胸にマークがないの22人ですよね。まあまあ、こいつですよ、こいつですよ。はい、この男です。もちろん、こいつですよ。マリちゃん。マリちゃんこいつ以外誰もこれしないから。まず、昔話ですね。はい。栄光の70年代。はい。そして低迷の90年代と、うん、まずこのクラブの歴史、一番有名な方ですね。そうですね、この人をいて語れないですね。名将ブライアン・クロフ、黄金時代築きましたからね。そうですね、79年、うん、80年代に連覇した名監督、はい、うん、18年間いたのかな。そうですね、長期政権でしたね。長期だね、うん、ベンゲル、はい、ファーガソン級の長期政権、うん、92年かな、はい、に引退して、その後をアップダウン続けると、はい、これはですね、最後の年、降格した年です、ね、うん、ヨーロピアン王者がプレミアリーグ降格してしまうと、うん、ちなみにこの人ね、はい、マナ弟子、このとこですね。あ、若かりしロイ・キーンさんじゃないですか。ロイ・キーンさんが今まで一番ベスト監督は誰だっつったら、はい、クロフって言ってますから、ね、ああ、ファーガソンではないと。眉間にシワがない頃のロイ・キーンですね。そうだね。穏やかなロイ・キーンです。夢と希望にキラキラして、まずドス黒くないな、はい、そうです。まだまだ目がキラキラしてる、ね。まあ、あれかやっぱファーガソンによって。そうです。帝王の下で勝利とは何かと。勝利のメンタリティを追いつけられて、パーフェクトロイキーになりますから。そうだね。ダークサイドに引っ張ってくからね。彼が。闘将の完成ですかね。全然違うよね。あ、はい、穏やかだよ、むしろ。穏やか。この頃は本当にサッカーの上手い青年ですから。うん、頑張り屋さん。はい。プロフの元だと、楽しんでフットボールやってた男が、ダークサイドに引き込まれていくと。そうですね、まあダークサイドなのか、もう栄光の帝国なのか分からないですけど、まあそうね、勝利かもしれないですね、はい、勝利とは、うん、やっぱ勝利は人を変えますね。90年代は本当に大変だったんです、はい、で99年2部降格して倒産寸前のフォレストを地元の投資家ナイジオ・ドーティが1100万ポンドで買収すると、うん、15億円ぐらいですね、はい、でこの方は40年間シーズンチケットホルダーやってたフォレストラブですよ。ガチファンですね。ガチファンガチファンで地元の投資家で、はい、まあ、フォレストを助けるですね、これも。はい。
愛するフォレストをプレミアリーグに戻すと、うん、まあ、この方はオーナーシップでフォレストを切るんですけど、はい、こんな結果ですね、はい、会長就任するんですね4年目で、うん、プレーオフ行くんですけどまた下がって降格、うん、3部で3年、3部3年いっちゃいますからね、3部3年ですよ、はい、ヨーロピアン王者がいかにこのイングランドが激しいかって話ですよね、まあ、2部はね、2部は多くの監督なりが世界一難しいリーグだって言うよね、はい、マジで難しいと思うんですよね。24チームいて試合数めっちゃ多いんだよな。毎回ガチガチでやりますし、ね、で泥臭いし、はい、この間にフォレストに資材約1億ポンド、うん、150億円投資してます。いやー頑張りましたね。ほぼ全財産とかで3部まで降りてまた2部でちょろっといい、いい感じで、まあ、やっと波が来たって感じだよね。はい、10年粘って、うん、10年粘ってやっといい感じになってきたと。はい、このいい感じになった時のね立役者フォレスト監督ビリー・デイヴィス、スコットランド人ですね、はい、この方2007年にダービーでプレミア昇格するもプレミアリーグ3ヶ月で解任されるんですけど、まあ、このプロモーションの経験者というか、はい、イブの戦い方を知り尽くしているビリー・デイヴィスで、うん、3位6位と、はい、トップ2はもう昇格だからな。そうですね、もうあと一歩まで迫ってますからね。本当にあと一歩、うんうん、ビリー3年契約だったからビリーで行くんだろうと思ったら、うん、スティーブ・マカロン、うん、元イングランドで20で LDVG 優勝したスティーブ・マカロンが就任すると、はい、ビッグニュースになるわけですよね。そうですね、まあ、勝負に出ましたよね、はい、そうだね、うまくいってるのに勝負だからね、うん、ミドルズブラー、プレミアリーグミドルズブラで名を挙げたね、うん、はい、経験上はすごくいいんですけど野心あふれる一手ですね。そうですね、これがうまくいかないと。そうなんですよね、そういうもんだよな。あ、10試合2勝2分け6敗20位、はい、全くうまくいかなかったですね。マクラーレン、マクラーレン先生な、早かったなと思ってましたねこの時は。フットボールって難しいよね。あ、まあ、やっぱ経歴で言ったらレベルアップですから、だいぶ。そうですよ、だって代表監督ですし、代表監督で、うん、はい、LDVG 優勝してんだよ、リーグ優勝監督ですから。ちなみにこの時アシスタントコーチがテンハーグだったんだよね。はい、今彼テンハーグのアシスタントコーチやってますね。うん、監督歴としたらもう本当にこれで最後盤石の一手みたいな感じですよね、うん、これ優勝した数年後に来てるからプレミアガンガンいけんじゃねみたいな感じだよね。そうなんですよ、うまくいかんと、うん、はい、でこれに対してマクラーレン連れてきたのは私の責任、今季の終わりに会長を辞任しますと。いや男気ですね。そうだね、これは俺は責任が取ると、はい、誰もが思ってたビリー3年目、はい、まあ、独断で蹴ったわけですからね。そうですね、で勝負をして、うん、もう本当に意気消沈ですよね、この1点負けたのは。20位だね、はい、6敗っていうのがきついですね。昇格どころか降格、あ、お姉ちゃんあくびしてるから。もうスティーブこんなに必死なの。そうですね、子供が泣きそうですもん、右上みんな顔がみんな顔が渋いっていう、ベンチも渋いっつって、全員。渋い渋い渋い。スティーブ先生一人でね、はい、戦ってんだけどね。いや。孤軍奮闘とはこういうことですよ。はい。誰一人ついてきてね。ドアディ会長、私が辞任しますと。はい。2011年10月ですね。はい。この3ヶ月後、自宅のジムで心臓停止と。うん。亡くなってしまうと。いやー、やっぱ心身ともに来るんでしょうね。かもね。55歳だったかな。はい。ジムで走ってたら、いやちょっとノッティンガムフォレストを掘り下げてこの方に行き当たった時はちょっと胸が苦しくなりましたね、うん、私は。ああ、もう捧げたんだなっていう。そうだね、全てを、ね、全てを、本当に金も全てをこのレッツに捧げたんだ、精神頭脳肉体、うん、まあ、はい、本当に愛してたからね、はい、今度こそ上がるぞっていうその時でしたね、うん、そうなんですよ。目標は果たせなかったんですけど、はい、めちゃめちゃ愛されてるからね彼。うん、いやだって一番きつい時ずっと支えたオーナーですからね。そうそうそう、クラブ消滅すんじゃねみたいな時に、うん、救ったオーナーで、はい、全部やったけど結果が出ない、はい、みんなにジェントルジャイアントって言われてるぐらいすげえ穏やかな、うん、温厚な人で、はい、ノッティンガムのアカデミーがナイジェル・ドアティ・アカデミーって言うんだよね、うん、それぐらいフォレストに、まあ、捧げた、うん、貢献した方だと。はい、この方が2012年2月亡くなってしまって、うん、その数ヶ月後来ました。はい。
2012年7月、はい、クウェートのアルハサウィー家が買収と。やってきました。来ましたよ、オイルが、はい。オイルがやってきました。みんな大好き、オイル。はい。どうですか、オイルマイルの友さん、はい。いやいや、もう、私今、脱オイル頑張ってますから。オイル中毒になっちゃってね。そうそう、私今、オイル中毒になっちゃって、今、脱オイル頑張ってますから。よかったね。だいぶ抜けてきたと思うんですよね。そうだね。はい、ピークはこの間あったからな。はい。もうピークでもう思い知らせました。あ、中毒だった。オイル中毒。こういうやっぱりオイルニュースも、まあ、冷静に聞きますよ、私。ああ、よかったよかった、はい。みんな大好きオイル。中毒症状出てないですね。出てないです、出てない。冷静に見れるのであれば。冷静にまだ見れてます。2008年にマンスールさんだよね。はい。で、2011年にカタール。うん。からのクウェートですからね。はい。もうポンポンポンだよ。はい。もうどんどん来てます、やっぱり。希望しかないね、これは。はい。ファーマーズが70年代からフォレストファンだった。うん。私はクウェートからずっとフォレストを見てた。フォレスト愛してる。うん。まあ、そういうことを言って買収するわけですね。はい。もうこれがさっきのファーマーズ。はい。75% 保有、ヒットオーナー。うん。でこれがね、多分兄貴ですね。はい。兄貴のアブドゥル・アジズ。うん。が 20% 持ってて、で、彼はいとこ。うん。いとこのオーマーが 5% 保有して会長をやると。はい。こういう布陣でいきますよと。ああ、もう家族ですね。クウェートのリッチオーナー、3000億ぐらいだったかな、資材。はい。まあ、大金持ちですよ。いいですね。ネクタイが赤白で揃えてますからね。それはそうだよ。かわいいね。かわいいですね。かわいいね。まあ、クウェート来たぞ、わー、はい。油が来たぞ。マンシティ PSG。まあ、そういう時代ですから。はい。クウェート来たぞと。いやー、これはもう、レッツファン、歓喜ですよね。何人オイル中毒者出したか分かんないです。まあドアティね、ドアティ会長はいい人でしたけど、やっぱ結果出せなかったんで、はい、はい、これでオイルマネーでゴリゴリだぞと。まあ、ドアティの胸を晴らすんだと、うん、そういう話ですかね。ドアティの夢を我々が実現すると、はい、うん、まずやることはこれですよね。はい、ロンドンブルーもやってた、どこ変えると、うん、オイ・ドリスクル監督就任、元フォレストのコーチで、はい、アタッキングフットボールで3部優勝した監督と、はい、アタッキングフットボールでプレミア目指すぜと。はい、で来ますね。レンタル含め17人入団と。そりゃさすがですね。これはオイルですから。はい、見せてやりましたよ。もう地面ジーナス、はい、元イングランド代表でスパーズ、うん、ニューカッスル、はい、ジーナスですからね。はい、ジャーミンジーナス行きましたね、うん、そうで、アーセナルからランズブリーとか、はい、リバプールのアジャラとか、はい、ちょっとブランド品を持ってくるわけですよ。期待高まってますからね。じゃあ行くぞと、うん、シーズン始まるんですけど、12月の時点で22戦9勝8分け5敗、うん、勝ち点33の9位、うん、プレーオフ圏内まで勝ち点3と、まあ、まずまずですね。はい、まあ本当ギリギリのところですよね、うん、9大点重要なのはこれだよな。はい、そこが重要です。プレーオフ行けば何でもなりますから。何でもいい、何でもいい、はい、1位2がベストだけど、はい、まあ、トップ6入ってるやん、まあ、そうです、成功ですからね、はい、2部全チームが、うん、勝ち点3ですから、まあ悪くないですよ。はい。オイドリスク監督、まだ1年目で、10年前のブライトンに、アウェイで 0-0、うん、悪くないですよね。はい。この試合の後にですね、いとこが辞任すると。あれ？そうです。結構大ニュースになるわけですよ。はい。そんなに悪くねえし、はい。好き放題やってるし、はい。あれ成功してたんじゃないのっていう。まあ、そう、特大ホームランじゃないけど、こう、一塁打みたいな、はい。はい。ちゃんとヒット打ってんじゃないのみたいな。ヒット打ってる。出塁してるよね。はい。はい、出塁してるのに、私やめますと。レッズファンがもうわちゃわちゃするわけですよね。はい。どうしたんだですよね。いや、まだ4ヶ月しか経ってねえじゃん、みたいな。あれ俺たちのオイルが。うちのオイルあれって、ちょっと怪しいぞ。はい。いとこのファーズが会長やりますと。はいはい。ヒットオーナー。ファンが会長やりますと。やる気満々ですから彼。はい、まあ、次の試合フォレストリーズに 4-2、うん、素晴らしい。7位浮上と。素晴らしいですね。結果出すわけですよ。はい、リーズは8位だったかな。はい、もう9位からもういきなり7位になっちゃうわけですね、うん、このまま行くんだろうと思いきや辞任します。はい、わけが分からなかったですね。監督オードリスク監督辞任。わけが分からない状態ですよね。7位でいいじゃんみたいな。はい、会長辞任、リーズに解消、プレーオフ目前、監督辞任ですかね。監督辞任。なんか起きてるよな。はい、もう、隠しようがないですよ、これ。とりあえず、こいつしか残ってない。はい。何も隠せてないです、もう。あれってな。こいつが来て、みんな去っていくっていうね。翌日ですね。
アレックス・ムクリッシュ監督就任と、うん、まあ、元アストン・ヴィラ、バーミンガムでプレミアリーグ経験のある、はい、まあ、これも履歴書で言ったらアップグレードですね。うん、そうですね。これ何が起きたかというと、ハルシティの役員に絶対プレミア経験がある監督の方がいいよって言われたらしい。でそれをまんま飲んだらしい。あ、確かにな、うまく言ってたのに。ライバルクラブの役員が言ってたことを丸飲みしたらしい。丸飲み、これ危ないですね。危ないな。あ、これちょっと危ないオイルの匂いがしますね。これはやばいよな。はい、ま、確かに一理あるけど、一理はあるんですけど、うまくいってますからね。そうそうそう、オフシーズンやるとか、まあ、うまくいってない時やるとか、やっぱりこう歴史の中でイングランド代表監督が、うん、ダメだったわけですよ。そうだね、うん、ハマってる監督が一番っていうか。そうなんですよ、ね、好調、うまくいってるよ。はい、で1年目だからな、まだチームもそんな自分の戦術とか浸透してないし。そうです、そんな中プレーオフまでこうちゃんと戦ってる監督いう、キルトはね、そう、欲しい選手もいないし、戦術も浸透してないけど、はい、それなりにやってる、はい、ハクラブの役員の言葉のキル、いいですね。ファワズさん、暴れん坊ですね。12月もアクリシュ来て、はい、1月ですね、CEO、ヘッドスカウト、アンバサダー、みんな解任します。やべえよ、これは。やばいですね。これはやべえよ。ああ、これやばいですね。みんなやっぱ、監督変えるのを反対してたんだよ。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうです。そりゃそうです。そりゃそうですよ。これで反対しない人の方がどうかしてると思います。やっぱり。そうなんですよ。はい。そんなにうまくいってますから。はい。本当はクリスマス前に、はい、止めさせたかったらしいんだけど、はい、なんとかしら彼らが止めて、はい、一応試合やって、はい、マクリッシュ来たからもういいよっつって、もうみんな去っちゃった。いやー、パワーズ。パワーズ。アルファサフィー。やばいですね。もうマクリッシュしかいないよ。みんなも裸の王様ですから、もう。そうですね。いとこですら見捨てられたから。はい。はい、会長やらせるっつってんのにね。そうです、そうです。オーナーが口出してくるから。はい、めんどくせえやつだよ、うん、それも好きにやればいいじゃんって話になっちゃうんですよね。うん、そうそう、うん、まあ、みんなそうだよ、はい、でこの人特にね、クラブレジェンド、はい、フランク・クラーク、79年ヨーロピアンカップ優勝選手 で、うん、で監督もやって会長もやってた、まあ、アンバサダーレジェンドですよ。どこのチームにも言えるんですけど、うん、レジェンドに見限られちゃうといいチームにはなれないです。そうだな、はい、私は実感を持ってます。そうだな、はい、友の言葉は重いよな、それは。はい、やっぱりレジェンドが離れちゃうと。やっぱなんだかんだね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんたち重要なんだね。大事ですよ、やっぱり。歴史を知ってますからね、はい。そうなんですよ。特にやっぱりイングランドは、そういう伝統とファンで成り立ってますから。うん、確かに。クラブレジェンドまで行っちゃうから、ね。クラブレジェンドが行っちゃったらもう。みんな愛するフランク・クラークだよ。はい、そうですよ。あ、みんな、あれあれって思いますよ、やっぱ、うん、ちょっと変なことやっても、フランクがなんか言ってくれると、みんな、あ、分かったから、フランク言うなら、まあまあ、まあ、まだちょっと信じてみようかな、みたいな、なりますけど。そうなんですよね。ね、もう、マクリッシュしかいないですよ。マクリッシュは、まあ、1月に、移籍金300万ポンド約束したじゃないか、マクリッシュともやり合うわけですね。はい。ここぐらいだったらね、2、3人、2部選手は取れますからね。そうですね。使えるピース。うん、まあ、自分の選手が取れるはずだと。それ前提で来てますから。まあ、金なかったんでしょうね。うん。OK 出ない。追加します。もう二人三脚でやってんのに。二人三脚は、もう一人や。一人剣も、それも喧嘩し始める。俺、見越しに乗るからみんな担げよ、みたいな。やってたらみんな、そっち、みたいな。はい。マグリッシュも、追加して、上がってますよね、もう。はい。40日でやめます。早かったですね。早かったね。早かったです。40日。はい。みんなの意見を押し切って。はい。やめさせて。全員いなくなって。本当に誰もいなくなる。誰もいなくなる。いや、ミステリーですね。やべえ。そして誰もいなくなった。やべえな。怖いですね。7位だったのに、12位に落ちちゃうからね。アガサ並みのミステリーですよ。ハワーズ。さすがハワーズ。なかなか。ハワーズ。なかなか。執筆したミステリー。そして誰もいなくなった。パワーズ先生、ミステリーだね。怖い、怖いですね。やっぱこういうオイルもあるんだね。はい、鳥肌立っちゃう、このミステリー。買収して半年だぜ。はい。誰もいなくなっちゃう。やっぱ俺らはね、よくうまくいってるオイルしか基本知らないから。そうです、そうです、やっぱり。いろんなオイルがいるんだよね。はい。そりゃそうだよな。オイルが全部うまくいってるとは思えない。
そこがミソですよね。うん、そういうことですね。でここでね、ビリーを連れてくるわけですよ。衝撃でしたね。再びのビリーでしょ。本当にビリーいいやつだなと思いましたけど、ね、ビリー帰ってきてくれると。ビリーが帰ってきました。ここで、ね、まさかのビリー大当たり、うん、6連勝を含む10戦負けなし。素晴らしいですね、ビリー。ビリー、あー、まさかこんなにゴタゴタした後に成功すると誰も思ってなかったです。誰一人思ってない。誰一人思ってないです。こんなにゴタゴタして、ま、これはやばいよな。これレッドフラグだよな、はい、もう沈む船ですよね、これは。ビリーマジックですよ。プレーオフ圏内まで上がると、はい、うまくいってる時に出てくるのがファーワーズですね。はい、ビリーはフォレストのアレックス・ファーガソンだ。チャンピオンズリーグも夢じゃないと。ちょっとイカれたオーナーはすぐこういうこと言いますね。間違いない、あるあるだね。一個いい手がこう自分の手がパン、はい、パンって決まるとパンって余るすぐ出てくる。はい、すぐ出てくる。すぐメディアン出てくる。はい、ビッグマウスもビッグマウスだよ。はい、やっぱこういうオーナーにありがちなもん。チャンピオンズリーグすごいですよね。ありがち、ありがちオーナーですね。ビリーもまんざらじゃないって顔してるけど。まあそりゃそうですよ、ビリーも。こんな状態のチームを10戦負けなしですからね。6連勝だよ。6連勝したらもうビリーもな、はい、なっちゃいます。ファーガソンじゃねえ。チャンピオンズリーグ行っちゃうよ。ハワーズにはやっぱり名物オーナーの血が流れてますからね。あ、もう間違いない。劇場型オーナーですから。まだ1年目ですからね、はい、こんなドラマ。ただやっぱこういうこと言われるとね。はい。結果出ないですよ。その後、1勝1分け3敗。結局8位で終えると、はい、あ、恐ろしい、恐ろしいですね。言霊って恐ろしいですね。言葉のプレッシャーがね、思いっきり乗っちゃったんでしょうね。こうビリーも絶対調子乗るタイプだ。2人とも調子乗るタイプだな。やっぱ気が合うでしょう、ね、気が合う、うん、そうだと思う。まあ俺もそうだけど、俺も調子乗るタイプだけど、やっぱおだてられるとね、気持ちよくなっちゃうんだね。はい、調子乗って、はい、また振り出しに戻る。8位で結局、はい、ファーワーズ1年目、順位、まあ、こんな感じですね。はい。はじめのショーンで、まあ、こう、まあ、スレスレだよね、プレイオフ。はい。オードリスコルで、うん。もう、プレイオフが見えてたことですね。そうそうそう。ちょっと右肩上がり、うん、はい。なったところで、マクリシ連れてきて。はい。ガタガタと下げると。何も起こらない。12位。がっつり下げますからね。で、ビリーが来て、はい、調子に乗ると。ビリー絶頂期。ファーワーズ絶好調の時ですね。チャンピオンズリーグ気が早い。これ2部ですからね。チャンピオンズリーグを見据えてた頃ですね。2部5位でチャンピオンズリーグだとか言ってる、はい、いやでも夢はやっぱりでかく持った方がいいと思うんですよ、ね、いやそれはもう俺もよく言ってますから。はい、夢はでかく持った方がいいです。これいいことですよね。はい、気が早いな、これ。10試合どころじゃん。2部で10試合でね。2部10試合でまだあのプレーオフ圏内ですからね。ファーガソンつってから、はい、20年間覇権を守り切ったファーガソンつってか、怖いですね。いやーからの1勝3敗と、はい、面白いね。はい、最後はちょっとプレーオフもいけずと、いけずと。ファーズ1年目まあでもね、もうビリー信じてますから、はい、チャンピオンズリーグビリーと行くぞと、うん、で2年目1勝1分け首位スタート。素晴らしい、ビリー、ビリー、ほら、いい笑顔だ、ビリー。乗ってるビリーだよ。乗ってるビリーだな。一番いい時のビリー。両方の薬指に指輪はめちゃってますからね、ビリーはもう。あ、これ、本田圭佑以来の。バランスがいい。すごいね。いや、かっこいいな、ビリー。ビリー乗ってるね。乗ってますよ。前髪が決まってますから。決まってます。首位だから、2部首位。はい、2部首位。スコットランド人ですから。アレックス・ファーガソン、夢じゃないと。ハワーズ5万越ですよ、これ。この後。8戦未勝利で7位転落。ビリー解任。早かったですね。結局ビリー早かったですね。ビリーも1年で終わるんだ。はい。本当に早かったですね。これからこれだからな。はい。まあまあまあ、そういうもんだけどね。はい。皆さんも多分、どこかで見てほしいですね。もう、ノッティンガムがどんだけ監督変えたかっていう。いや、それそうです。スポーツって怖いね。長期政権が一つもないですからね。まあ、1年のビリーが長かった方だ。はい。長かった方です。もうこの後はもう、ハマーズのワンマンショーですよ。はい。監督に相談せず選手を売却しまくると。やっぱいいですね。こういうオーナーもやっぱいないと。古き良きだよな。はい、古き良きオーナーですよ。これこそイングランドの会長だよ。そうですよ、全部俺が決める。全部俺のクラブだから、うん、これがやっぱり会長たるゆえんですね。監督より俺の方が詳しいから、うん、
俺が偉い。俺が偉いんだっつって。俺あれですよ、2人ともニューカッスルに行った。ダーローとラッセルさん。はい。この2人が行った時結構ファンは暴動したらしい。そりゃそうでしょうね。今でもプレミアでやってるもん。はい。今でもラッセルズいますからね。いるよ、ね。しっかりと。10年後もプレミアでそれなりにやってる人を、はい。売っちゃうと、はい。うん。もったいないと思いましたね。そうだね。来てくれてありがとうでしたけど。2015年、経営難で選手スタッフに給与未払いが続くと。うん。結局こうなっちゃうんだよな。そうですね。これもそういうことだからな。はい。要は、資産を売らないと、首が回らないと。はい。2016-17、有望株ブークをライプツィヒに売却し、いよいよデモが始まると。はい、うん。パワーズアウト。ついにですね、こんだけ暴れたら。うん、責任取れと。はい。で、結局、2016-17は得点失差差で降格を免れ、クラブ売却を決意すると。うん、で結局、ファワーズの5年はですね、衰退ですね。はい。毎年確実に衰退。ちょっとずつ弱くなってきましたね。どんどん確実に、はい、弱くなっていく。うん。で、5シーズンも移籍で1200万ポンドですね。1200万ポンドの利益を上げてます。なるほど。クラブを買った以外投資していない。はい。あ、まあこれもね、移籍市場で利益を上げないと経営が回らない。うん。まあ、そういう状態ですね。はい。で、売却すると。はい。やってきました。お。2017年5月。来ました。最高の仲間リちゃん。ちゃんと見た方がいいね。ああ、うん、いいね。ああ、すばらしい。もう、シャツが入ってないもん。シャツが溢れ出ちゃってる。この曲線、この曲線美、はい。そうですよ。本当美しい曲線ですよね。あと、ネクタイの長さ。長い。これは素晴らしいですね。お腹に乗せるネクタイ。ね、ああ。お腹に乗せるネクタイがね、最高ですよ、ね。こぼれ落ちるシャツ。最高ですよ。本当に最高だよね。ここのハンカチ、赤いハンカチもポイント高いですね。なかなかのファッションセンスですね。芸術ですよ、芸術。いや、本当に美しいな。芸術、マリちゃん。あ、いよいよ来ると。金持ちって感じですよね、本当に。はい。5000万ポンドでクラブ売却。はい。じゃあ、2部に行きますか。いやー、ついに出てきました、マリちゃんが。